ただいまよりロームの新商品、新技術 48V 入力対応 2MHz で世界最小音時間20ナセックを実現ハイブリッド自動車産業機器向け高圧 DC-DC DC コンバーターのプレゼンテーションを始めます現状の 48V システムの状況でございます現状は、検機、基地局、バックアップ電源産業ロボットなどの業界で広く 48V 入力が使われております今後はこの自動車業界 48ボルトマイルドハイブリッド自動車に注目が集まっております。こちらがハイブリッドシステムの効果の比較でございます。現状の12ボルトシステムこちらがフルハイブリッドプラグインハイブリッドの、えー、状況でございます。この48ボルトマイルドハイブリッドシステムというのは現状の12ボルトに比べて CO2 削減効果が高い。さらにこのフ,フルハイブリッドプラグインハイブリッドに比べて比較的安価に作れるというところで、えー、注目が集まっております。 これがハイブリッド市場の背景でございます。2020年にはヨーロッパの方では非常に CO2 削減の規制が厳しくなっておりますアメリカに比べて 95g パーキロメートルと30%も低い非常に厳しい規制になりますそれに伴いましてヨーロッパの方では自動車の生産台数も非常に右肩上がりになっておりますここで48ボルトの電源についてもう少し詳しく見ていきます こちらが48ボルトのバッテリーシステムの状況です現状のハイブリッドシステムは、この大型の250ボルトの電池から大型のモーターを使用しまして、そこから絶縁の dc dc コンバーターで 12v を作っております。この 12v から各 ecu に向けて3.3ボルトを供給しております。で、この4。8v かマイルドハイブリッドは小型の 48v の電池から小型モーター、そこから直接3.3ボルトで ecu に分配いたします。 ここで電源 IC の状況から見てみます。電源 IC にとっては、この従来の 12V から 3.3V を作るという状況よりも、この 48V から 3.3V を生成する非常に厳しい状況です。12V から 48V に上がることによりまして、電源 IC のスイッチングパルスが非常に細くなります。オンデューティーが非常に細くなるので、非常に厳しい制御方式が求められます。こちらが、えー、市場の要求でございます。 このティピカルの48ボルトに対して市場の要求は60ボルトという要求があります。これに対して現状業界では60ボルトを満たすことができる電源 IC は存在いたしません。こちらは縦軸にスイッチングのパルス幅に変換したものでございます。スイッチングパルス幅は入力電圧が高くなるにつれて非常に細くなっていきます。 で現状の 48V から 3.3V を 2MHz で高圧するとなるとこの20ナノセックが求められます現状業界では30ナノセックが限界でございますこちらは DCDC、えー、DC コンバーターの制御のブロック図です DCDC DC コンバーターはこの出力のコイルに流れる電流をフィードバックしまして制御いたしますこちらが、えー、タイミングですまずスイッチングレギュレーターはスイッチングパルスがオンすると同時にコイル電流が流れ始めます であるスレッショルドに達するとスイッチングをオフいたします。えここで問題点が2つですね。1つはスイッチングがオンしたときに、えー、ノイズが発生します。もう1つは、えー、回路的な遅延がございます。この2つによってどうしてもスイッチングパルスが非常に太いものになってしまいます。ではこの太いパルスでは何が問題なのかというところですけども、この太いスイッチングパルスで、えー、無理やりこの高い入力電圧を入力すると 通常のきれいなスイッチングパルスではなくてこの太い細いを繰り返してしまったりパルスをスキップしてしまうという、えー、状況がございますこちらがその一例で、えー、こちらにトリガーをかけてるんですけどもスイッチングパルスが非常にジッターが起きて非常に不安定な状況が伺えますこれをロームの新技術で非常に安定したこのスイッチングパルスを実現いたしましたこれは現状、えー、48ボルト入力出力が3.3ボルト に対してこののススイッチングパルスの幅がでございますこれを実際の波形で見てみますこちらが今デモ機を用いたスイッチング波形になりますただいま入力電圧が 48V でスイッチングパルスが 18N を実現しておりますこれをもう少しレンジを広げてみてみますとレンジを広げましても非常に安定したスイッチング動作になっております それによりまして、この48ボルトを実現しまして、えー、さらに市場要求の60ボルトも満たし、さらにそれを超える65ボルトからの入力電圧、えー、2メガヘルツを実現いたしました。では、それのメリットをちょっと見てみます。えー、こちらが48ボルトから3.3ボルトの高圧の状況です。これを現状の構成と新構成で見てみます。 現状4 8ボルトから3 3ボルトを2メガで作ろうとしますと、えー、制御する IC がございませんので2段階の構成が必要になってきます2段階ではやはり、えー、ロスする箇所が2箇所ございますので効率的には70%を切ってくるというような状況がございますでこちらの新システムでは4 8ボルトから直接3 3ボルトに落とせますこれをロームの新商品で、えー、構成することによって効率を75% 達成することができますこれを単純に実装面積でも見ています実装面積ではまあ単純に2つ制御 IC が必要です制御 IC2 つに比べて DC-DC DC コンバーターにはこの出力のコイル、コンデンサなど大型の外付け部品が必要ですそれに比べましてこちらの新システムでは1つで済むので単純に実装面積は半分にすることができます 最後にこちらが新商品のご紹介になります。b d q v 1 0 0 m u f c でございます。こちらは入力電圧が 12V から 60V、最大定格で 80V あります。最小スイッチングオンパルスが20七セック、出力スイッチ電流 MAX が 1A、周波数が2 1 m ガになります。パッケージは QFN タイプの4ミリ角の非常に小型なもので実装できます。以上、ロームの最新商品のプレゼンテーションになります。